コナミネカコイムラコミネは、香港深海北東部の住宅、商業地区である。隣の上水と並び、香港18区の一つ、北区の商業と行政の中核を成している。MTR 東鉄線コレー駅が玄関口であり、駅前には大型ショッピングモールと住宅団地が隣立する。また、香港有数の公営大規模墓地として、有名な和合石粉場があることでも知られる。 小並根の駅前は、むしろ、KCR 開通後に開けた場所で、元々の市街地として栄えた集落は、駅前から1キロほど北東に行った、貫禄は居である。それゆえ、小根駅前とは別に、この貫禄は居にも、大きなショッピングセンターとバスターミナルがあり、中心地としての雰囲気を垣間見ることができる。こちらには鉄道こそないものの、 香港島への直通バスのコナレー地区の奇襲点はこちらになっていることは、ツラネワ巨がこの地区でのもう一つの中心地となっている点で注目に値する。また、電話巨は高級なマンションがあり、庶民向けの政府系団地の多いコナレー駅前とは対照的である。コナミネは、新鮮との国境の町砂東角への道路、砂東角航路の起点でもあり、 そちらへ行くバスの玄関口でもある。ここからは、香港側の砂東閣へ行く、九流バス78系線と、新海区線線、ミニバス55系線が出ている。香港側の砂東閣へは、元から砂東閣に住んでいた住民以外は、立ち入りが禁止されている。それ以外のものは通行許可証が必要であり、この申請は、こここミネにある、 浄水警察署の専用窓口で行う。ただし、通行許可証を受けられるのは、元から砂東角に住んでいた住民と、友人、親戚などのつながりがあり、その住民の承諾を得ているものと、この住民に関わる仕事をする人とその車両のみである。つまり、これらとか変わりのないものは、たとえ、香港の永久的市民であったとしても、立ち入りが許可されない。 ありがとうございます。